バスファン。バスファン、別称、バスマニア、とは、バスを趣味とする愛好家のことである。路線バス、高速バスや観光バス、送迎バスや自家用バスなど、その対象は幅広く、バスに関する事象全般が、趣味の対象となりうる。身近な公共交通機関を対象とする趣味として、鉄道趣味との共通点が多く見られる。ことに、 路線バスの分野でその傾向が強い。また一方で、バス車両は自動車の一形態であり、バス趣味は自動車趣味の中での一ジャンルでもあるため、専門用語にも自動車用語が多く見られる。特に同じメーカーが製造する大型車ということで、トラック愛好趣味との共通点が深く、ひょいデコトラのイベントに自家用バスで参加する愛好者も多い。 鉄道趣味と自動車趣味の両方の特徴を合わせ持ちつつ、そのどちらにも収まりきらない独特の立ち位置を備えた趣味である。バスはその初めから鉄道と同様に身近な存在の公共交通機関であった。個人による車両の撮影事例があることから明らかなように古くから鉄道と同様に趣味とする人はいた。1970年代後半から バス趣味団体が結成されるようになった。1976年、昭和51年4月、国内初のバス趣味団体として、日本バス研究会が結成された。日本バス研究会の開始、バスファンは一同年6月に創刊され、一部の模型店、ミニカーショップで会員外にも販売された。その後、分裂や他団体との合同を経て、現在は、 活動を休止している。また、1980年、昭和55年には、日本バス友の会が結成された。こちらは、現在も活動継続中である。詳細は、同会の記事を参照のこと。1980年代に入ると、鉄道主義雑誌に、バスの情報が掲載されるようになった。鉄道ジャーナル誌は、1980年、 昭和55年11月号、通勘165号で、鉄道と自動車を特集として取り上げ、和田幸夫のバス趣味についての記述を含む、長距離バスに関する記事を掲載している。さらに同市は、同1980年1月号で特集、鉄道は航空機と共存できるかを組み、さらに10月号では、路面電車特集を組んだ。11月号では、座談会。 共存こそ、鉄道とバスの生きる道や、長野電鉄の電車とバス両方にまたがる記事なども、掲載している。そして1984年、昭和59年からは、同、鉄道ジャーナル市場で、バス趣味のコーナー、バスコーナーの連載が開始され、通常3ページの紙面を割いて、バスについて細かく取材された記事を掲載るようになる。 そのバスコーナーを担当した鈴木文彦自らも日本バス友の会に所属は雑誌を問わずバス関連の記事を寄稿しバス関連書籍も表している。1985年には導入指摘形態ながら初のバスシミ専門雑誌となるバスメディアが創刊され書泉グランデなど書店でも販売された。インターネットはもちろんパソコン通信もなかった当時は 紙面を通じて読者であるバスファン同士の交流も活発に行われていた。翌1986年4月にはバスジャパン観光会、現 BJ エディターズが発足し、機関バス専門誌バスジャパンも創刊された1992年廃刊。現在は書籍バスジャパンハンドブックシリーズを観光中。またテレビ番組でも TBS、そこが知りたいのシリーズ企画として、1985年から日本全国各駅停車路線バスの旅が放送され、人気番組となった。これは、後のローカル路線バス乗り継ぎの旅などに続く、路線バス旅番組として初のものであり、好評を博したため書籍も発売された。番組内や単行本では、バスに関する、 趣味的視点からの豆知識なども紹介されていた。1990年には、商用車専門雑誌、モータービークルの編集者であった、和田幸夫が、独立してポルト出版を設立し、バス専門雑誌、バスラマインターナショナルを創刊した。これは現在観光中のバス専門誌のうちでは、最古のものである。バスラマインターナショナル57号。 2000年1月号に掲載された書評において編集長の和田幸夫は日本にバスファン層が市民権を得た20年間と書いており1980年代以降にバスファン層が市民権を得たと解釈しているこれらのことからバス趣味に有用な情報が出版物や放送メディア等を通じて一般に手に入りやすくなったのは主に1980年代に入ってからと 推定できるまた2001年には講談社の自動車雑誌「ベストカー」の別冊扱いで「ザバス」「ザ路線バス」が発行されこれが発展する形で定期観光の雑誌「バスマガジン」となったその後もバス趣味雑誌が創刊され現在も観光されている日本のバス趣味雑誌を参照他方鉄道ファンがバスファンを兼ねるようになるというケースがある 鉄道ファンからバスファンに移行したことを示す例として、SL ブーム時代に,にわかファンが増えたのに嫌気がさして、バスの比重を高めたという人物が、バスラマインターナショナル13号46ページで紹介されている。種村直樹は、鉄道ジャーナル試練祭のレールウェイレビューにおいて、かつてローカル線に向けられていた情熱が、ローカルバスへ移る傾向が見られると分析している。 画一化する鉄道に飽きたり、趣味者同士の知識比べに嫌気がさしたことから、バス趣味に移行する人もいるという。もともと鉄道関係の作家であった宮脇俊三や種村直樹も、ローカルバスなどを題材にした文章を雑誌上に連載し、それぞれローカルバスの終点へ、日本交通公社出版事業局及びバスタビ夏秋冬。 中央書院といった単行本となって出版されている。このように、趣味や旅行の分野でもバスを主な題材としたものが増えてきた。谷村直樹は雑誌にとどまらず、バスファンを対象とした書籍、バスジャパンハンドブックシリーズにも機稿文を掲載している。例として、バスジャパンハンドブック 14JR 東海バスには、透明ライナー乗ったで降りたで、 バスジャパンニューハンドブック40演習鉄道には浜名湖一周バス機構と題した種村直樹の機構文が掲載されている。こうしたバス趣味者人口の増加に伴い、バス事業者側でもバスファンを対象としたイベントを開催する例が見られるようになる。2000年代に入るとバス愛好家が自らの手によりバス会社を立ち上げる例も現れるようになった。 東京都清瀬市の観光バス会社バスウェイはバスファンとして前述のバスメディアを通して知り合った大手バス事業者の乗務員が起業して創立した貸切バス会社である。また同じ東京都多摩地域北部にある東村山市の銀河鉄道も異業種からの参入ながら地元のバスファンが創立したバス会社であり、コミュニティバスの運行受託を通じて路線バス事業に進出し、 同様に、バスファンである乗務員が設立した会社として、徳島県の海部観光があり、豪華な仕様の高速バス車両を導入して、好評を博した。こうした動きが現れた背景には、規制緩和により、バス事業への新規参入が容易になったことがある。またバスファンの中からバス乗務員を志す者も、多数現れ、趣味を仕事にして、ハンドルを握るようになる者もある。 鉄道趣味における車両鉄に相当するもの。また自動車としての車両研究でもあるため、自動車趣味との共通点も深い分野である。どの営業所にどの車種が何台いるかなどの在籍情報、除籍された過去の車両の一覧、車両形態の種類などの情報を調査して、まとめたり、バス事業者ごとの独自の技術や仕様などを研究する。航空ファンにおける スポッターに相当するものである。また、高速バスの共同運行において、どの日に、どちらのバス会社が担当するかを独自に調査する、バスファンもおり、担当会社表を掲載している、個人サイトなども存在する。国内のバス製造メーカーである、日野、いすず、三菱ふそう、日産ディーゼル、現、ドトラックスの4社のうち、特定の会社の製品に強い愛着を寄せ、 特定のメーカーや車種について研究するバスファンも多数存在する。出身地や在住地のバス事業者の主力車種からの影響で特定のメーカーや車種を好む者も,も多く全国の導入事業者のバスを撮影して回る者も,もいる。同じ車種でも導入事業者によってカラーリングも仕様も異なるため事業者ごとの特徴や違いなどを楽しむ者も,もある。 また地元の事業者から除籍され、地方へ移籍した車両の行方を追う者もいる。さらにバスの場合は、シャシーメーカーとは別に、バス車体を製造し仮装する、コーチビルダーが存在するため、富士重工、現、スバルや西日本車体工業、北村製作所など、特定のコーチビルダーのバスボディを愛好し、様々な事業者で導入された、バスボディの研究や撮影を趣味とする者もいる。 バスに乗車して乗客として乗り心地などをチェックする。前方や運転席がよく見える。最前列の席が好まれるが、エンジン音がよく聞こえる。最後部の座席を好むものや、逆に車内の静粛性をチェックするものもある。車内の座席配置やその構造、行き先表示器や冷房装置、運賃箱や降車ボタンなど、設備や仕様に着目したりと、 ファンによって視点が異なることがある。助席が迫っている車両や、特定の会社や営業所でしか見られない車両を、バスファンの同行者を募って、共同で貸し切り、日帰りのバス旅行を楽しむケースもある。バスの形態、カラーリングなどを撮影する。鉄道ファンにおける、撮り鉄であるが、線路上を走行する、鉄道車両に比較して、バス撮影では、 路上の他の車両や通行人などの存在もあり、走行する車線も変動しうるため、撮影の難易度は高いと言える。またバスの車体は、床下と屋根を除いても4つの面それぞれが異なる、形態となっているため、最低でも、対角に方向から撮影しないと、そのバスの全体像を把握することができない。なお特殊なものとして、廃車体の撮影、研究が挙げられる。 空き地や山林などに放置された廃車体や店舗や倉庫などに転用された廃車体を探し回って撮影し、元の車種や事業者などを推定する。鉄道車両に比べて比較的容易に廃車体が発見できることもあり、自動車趣味一般としても廃車体の創作、撮影趣味は存在する。この場合、廃線探索や廃墟愛好趣味などと通じる面もある。 大型免許を保有し、自らバスを運転する。鉄道イベントでは、運転体験と称して、本線以外のわずかな距離の運転操作しかできないが、バスの場合は、自動車として免許を取得し、自ら行動上で運転することが可能であり、これを最大の魅力とするバスファンもいる。バス雑誌の編集者が大型免許を保有していることも、あり、 ドライバー視点からのレポートが市場で公開されている。例えば前述のバスラマインターナショナルではしばしば市場にバスの運転レポートが掲載され、この点については自動車趣味と類似している。なおレンタカーで借りられるのは、いわゆる白バスの違法営業防止対策から通常はマイクロバス程度までであるが、一部のレンタカー店では小型観光バス、日野、 メルファや三菱服装、アロミディなどを貸し出しており、これを借りて運転するバスファンも存在する。さらに進んで、自分で車両を所有し保存するため、廃車になったバスを譲り受けることもある。中には何台もの大型バスを個人で所有するものも存在する。ただし、大型の車両になると保管場所の確保が大変で、稼働状態で保有する人もいるが、部品、整備、 車検、自動車税、重量税、自動車保険、燃料などの費用が多大な上、大型バスでは白バス防止という観点から規制が厳しくなることもある。そのため個人の手に余る部分も多いことから、趣味団体としてバスを共有する例もあり、日本バスともの会も廃車になったバスを譲り受けた上で保管している団体の一つである。かつては、 秋葉エクスプレスのように廃車になった車両を譲り受けてシャトルバスを自主運行するバス愛好者団体も現れた。現在は解散。こうした愛好家による保存車両はバスイベントで主催者の要請により展示されることがあり、例えば JR バス関東の透明ハイウェイバス30周年イベントでは個人所有の三菱不走、エアロキングが展示された。 鉄道趣味の中の乗り鉄に相当するものと重なる。国鉄末期から JR 発足初期の地方、交通線廃止に伴い、多くの非行路線が廃止されたが、これらの路線を引き継いだバスも、非行ローカル線の過去一気を楽しめることから、趣味的な乗り歩きの対象となることがある。機場でもできる、運行ルートダイアグラム、運賃などのバス運行形態の研究もここに含まれる。 特定の事業者のバス路線の全路線乗車を目指すものである。鉄道趣味における乗りつぶしと趣旨は共通するが、バスは鉄道に比べて緻密な路線網を持ち、また著しく運行本数の少ない路線、出入庫路線や、いわゆる免許維持路線も少なからず存在し、また路線の開廃も頻繁なため、一事業者の感情にも長期間を要する。バス路線が、 どういう道路を、どういう目的で、ルート設定されているか、どこの施設を結ぶか、どの客層向けか、他の路線との関連はどうか、などを研究するもの。バス路線の資料については1970年代、以前のものが少ないこともあって、過去の路線や歴史までは踏み込まず、単に現状を楽しむケースもある。逆に、もしこの路線、こんな運転系統があったらという発想もあり、 その場合は現状を外れると架空路線研究となる。実在する路線やバス事業者ではなく自分で地図上に自由に路線を引いて楽しむ趣味。鉄道趣味における架空鉄道に相当する。中には実地調査、フィールドワークとして実際に車で走ってみたりダイアグラム作成や運賃収入計算など詳細な設定を行う者も,もいる。さらに 架空鉄道と合わせて路線を引く者も,もいる。その際には架空鉄道とは異なり、市区町村役所の位置や川などの位置、たくさんの町名の思考に時間を費やすことが多く、納得いく路線図が完成するのに、たくさんの時間をかけなければならない。バス事業者の歴史や営業所の開廃の推移、廃止路線などを調査する。中には廃止停留所一つ一つを扱う者も,もある。 資料として、事業者の写種、市町村市、住宅地図などをフル活用して調査する。鉄道趣味における歴史や配線を扱うものに相当するが、バス路線の配線調査は、鉄道のそれに比べて、残された資料が極端に少なく、調査の難易度は高い。鉄道趣味では、駅研究、施設研究に相当するもの、バス停留所の標中、ポールや、 待合所の携帯などを調査の対象とするもの。個人のウェブサイト開設が容易になったり、簡単に更新できるブログが普及したことなどにより、2005年、平成17年頃から徐々に発生し始めた分野である。人名のバス停を取るもの、特定の事業者のバス停標中をすべて取ろうとするもの、日本中のバス会社のバス停標中を取るものなど、様々に分化している。 特に校舎になるほど、バス趣味としてよりもスタンプラリーや、日本中の郵便局を回る旅行貯金などと性質が近くなってくる。また大規模なバスターミナルの施設研究などもあり、駅弁ならぬ、バス弁や売店、食堂の調査など、駅そば食べ比べに近いものもある。バス関連グッズなどのコレクション、放送音声の録音やテープ収集など、鉄道趣味における、 廃品鉄や、音鉄に相当する。近年は、鉄道同様、イベントなどで、バス廃品の販売やオークションが割れることも多く、入手方法も増えてきている。時刻表や路線図などの配布物、バスカード、乗車券類、貢献もある、バス関連グッズ、バスに使用されている部品などを収集する。バスイベントで販売される廃車バス発生品や、 バス停留所表示板などを購入する。ロール状の方向膜がよく売れるという。これに応え、バス事業者がオークション形式で部品販売を行うことも増え、岩手県交通ではバスファンの広場というコーナーを自社サイト内にも置け、バス部品のオークションも行っている。鉄道趣味における、音鉄、鳥り鉄と呼ばれるジャンルに相当する。自分で車内の案内音声を録音したり、 配品のハチトラテープを購入して、自宅でアナウンス放送を再生して楽しむなどの方法がある。また、様々な路線の方向膜、行き先表示を撮影し収集、研究する場合もあり、それをパソコンの画像作成ソフトで再現するサイトもある。バス撮影、バスグッズ収集とも重なる分野である。鉄道模型では、ストラクチャーとして、 バスコレクションなどのバス模型が商品化されており、これをさらに塗り替えたり、デカールを製作して貼り付けて改造したりする。また、鉄道模型のホゲージ程度の縮尺のミニカーや、バスのラジコンカーも発売されており、これを塗り替えたりする。ホゲージの固定レイアウトの道路で実際に走らせて楽しむ人もいる。バス事業者や車両。 路線について研究した結果を一冊にまとめたものを雑誌に投稿したり、同人誌として発行することもある。これらの同人誌は以前より前述の書泉グランデなどの書店で委託販売されていたが、その後のインターネットの普及によりネット通販も増えた。またコミックマーケットなど同人誌即売会での販売も盛んである。 また個人サイトやブログを作成して公開したり、撮影、録音したものを写真共有サイトや動画投稿サイトに投稿して、他の愛好家に見せたり、SNS で情報交換するなど、インターネットを活用したファン活動も盛んである。下記以外にもバスシミサークルが存在し、例えば、種村直樹のファンクラブであった、種村直樹レールウェイライターとの会にも、会員有志による、 バス趣味サークルが存在した。詳細は各雑誌の記事を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。